いや、ごめんなさい、むしろすみません、ちょっと時間変更しちゃって。申し訳ないです。よろしくお願いします。あ、いい、すみません、僕も、あ、その雰囲気で、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回の動画は、人を幸せにする人が一番幸せになるがポリシー、茨城県つくば市、本田秀樹さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。第6チャンネル、三谷の下で、ディレクターになりたいよという若者大募集中です。概要欄掲載の応募方法でご連絡お待ちしてます。一緒に面白いもの作りましょう。出演者大募集。概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。え、今は、はい、ゲイバーの店長さんのことなんですか？ゲイバーを経営してて3年前からコロナ禍でやってて赤字なんですけど。ああ、そうなんですか。はい、東京から帰ってきて3年目ですね。今年で3年目迎えましたね。場所はどこでやってるんですか？小売園っていうちょっとあの京都寄りの京阪の郡園って町はゲイバー多いんですか、はい、それともないですね。一軒だけあったんですけど新宿2丁目みたいな、まあ、じゃないそういう町じゃないってことですね。いつもほとんど、まあ、女性の町というかキャバクララウンジとかスナックがバーッてこう入り乱った中で僕がゲイバーバンって開けたんで結構話題にはなりましたけど郡園にゲイバーができるみたいな。ああでも今のところはちょっとまだ赤字続き。赤字もう黒になったことないですね。もうコロナ禍やったんで。ああ、それどうやって経営してるんですか？なんとか友達に借りたりとか、あと TikTok やってるんですけど TikTok のフォロワーさんが助けてくれたりとか。はあ、なるほど。そうですね、いろいろ助けてもらいながら3年間なんとかこう生きてきてるって感じですけど。なるほどね。はい、はあ、年齢は何歳？34ですね。大体いつもあの今に至るまでを聞くって感じなんですけど。はいはい。で、流星さんは地元は？地元は、枚方市っていうとこなんですけど、まあ、大家族ですよね。11人家族の。11人家族すごいですね。そうですね、11人家族の8番目で生まれてきて。何人兄弟ってことですか？9人兄弟の8番目なんで男で末っ子ですね、僕が。これ何でその11人家族支えてるんですか？いや、もうね、父親は僕が記憶ないぐらいの時にもどっか離婚してるのかなと思う。いなかったんで気づいたら親だけだったんで。え、親ってお母さんだけ？おかんだけ。はあ。で、結構まあ厳しめの家庭だったので。え、シングルマザーでじゃあ11人ですか？そうですね、おかん一人で別に恋人作るわけでもなく、まあ、9人育て上げたって感じだと思います。え、お母さん仕事何してるんですか？生活保護かなんか受けてたと思うんですけど。ああ、そっか。なんか自治体の部長とかなんかいろいろやってたみたいですけど詳しくはあんま覚えてない。生活保護だと子供の人数が多かったらその分支給してくれるってことですかね？入りますし。ああ、なるほど。多分ですけど家賃とかもかからへんから、まあ、そういう意味ではまあまあそんなにめちゃくちゃ貧乏っていう記憶もないですし、ちっちゃい頃。ああ、でもとはいえ大変ですよね。大変でしたね。特に僕はこうなんか活発なんで、で一人型大型なんですよ。みんな A か B か AB でみたいな。で僕だけめっちゃ大型で活発やったんですよ、ちっちゃい頃から。謎に兄弟にめちゃくちゃ嫌われてて、虐待って言っていいのかわかんないですけど。え、兄弟間の虐待ってことですか？そうですね、姉とか兄貴から。で親はもう いないんで日頃そういう自治体の活動とかしてていなくて、まあその間にもう血だらけになるぐらいボコボコされたりとか。血だらけになるんですか？いや、もう血だらけとかっていうレベルじゃなかったですね。もう孫の手とかあるじゃないですか、うん、あれでも太ももがこう黒くなるぐらいどつかれたりとか、灰皿で頭かち割られたりとか、そういうのが日常的に。主に誰にやられるんですか？姉貴でしたね、一番ひどかったのは。次女に集中的に、まあ、全体的にあったんですけど、次女がなんか牛耳ってたみたいな感じで、こうテレビつけるだけでもう殴られたりとか、あとご飯、晩ご飯とかもなんかこう何かと理由つけてもらえへんくてみたいな。学校の給食がご飯みたいな感じで生活してて、はあ、結構悲惨でしたね。え、その虐待の感じって、はい、誰か兄弟は止めようとしないんですか？いや、もうみんな止めない。なんか知らんけどみんなに嫌われてるみたいな、こう理由性やからしゃあないみたいな感じで、低学年の時はなんで自分がそうどつかれてるのかもわからへんし、はあ、友達に相談したりとかして、うんうんうん、普通の家庭を見るじゃないですか、友達の、うんうん、まあ、自分の家族は異常なんやっていうのに気づいて、まあ、そこから僕も学校で問題行動を起こしたりするようになるんですけど、その家のストレスを。何するんですか、問題行動って？まあ、主に授業妨害したり、はは、自分より弱い、まあ、そういうなんか障害持ってる子をなんか田んぼに突き落としたりとか、先生殴ったりとか、ガスボンベに火つけたりとか。あ、問題児ですね。なんかそういうことをしてましたね。結構なんかもう自分でもなんかそうやんちゃとかそういうくくりじゃなくて、なんか自分だけ浮いてましたね。
ほんまにやばいやつって同級生からも思われてたんで、はあ、なんかこう板挟みでしたね、学校と家との狭間で帰りたくないしみたいな。はあ、え、お母さんに助け求めたことないんですか？ないですね。親に甘えるっていうことを生まれてから一回もしたことないです。あれ買ってほしいとか、これが欲しいとかも一回も言ったことないし。そうじゃ、お姉ちゃんに殴られたとかみたいなのはあんま告げ口できる感じじゃないですか？基本的に、まあ、怪我見たら分かるから親も帰ってきて、僕大体いつも部屋の隅で一人で正座して泣いてたんで、うん、まあ、親もそれ帰ってきて見て目に振りする時もあれば、まあ、あんまりこうガリガリになってきて、あの通報されたらまずいからたまにご飯とかはくれてましたけど、基本的にはもうほぼスルーですね。お母さんももう9人も子供いたら、そうですね、大変やったとは思うんですけど、手回らんやろうし、なんで、まあ、今となっては恨んでるとか全くないんですよ。仲もいいし、うん、親ともね、そのお姉ちゃんとも仲いいんですけど、大人になってから、もう昔はほんまにもう全員殺したいっていう気持ちでしたね、小学校の時は。その唯一の妹いるじゃないですか、はい、妹はその虐待あるんですか？ないですね。妹はもうめちゃくちゃ可愛がられてきたんですよ。妹は可愛くて可愛くてみたいな、一回誘拐されたこともあったぐらい、可愛い可愛いって育てられてできて、僕とは真逆ですよね。だからでこう、まあ、何人かお兄ちゃんいるんですけど、一人はスポーツ万能でとか、一人はめっちゃ頭良くてとか、うん、何かこう特化したものがあったんですけど、僕だけこう問題しか起こさへんし、問題児って言われてる、学校でも家でも離れてるっていう状態でしたね。小学生ぐらいの時の心開く相手とか いるんですか？いや、いなかったですね。全然自分の居場所ここじゃないなと思ってたんで、はあ、地元がすごく嫌いでしたね。楽しみたんですよ、生活してて。生活、いや、ほぼなかったですね。テレビぐらいちゃいますかね。クレヨンしんちゃん見るとか、こうみんなが当たり前にやってることに多分幸せを人一倍感じてたというか、そこでこう小6ぐらいで限界を迎えて、うん、担任がこう見かねて通報したんですよね、児童相談所みたいなところに。お、担任が見かねるぐらいの様子ってのはどうだったんですか、その小6ぐらいの時。なんか毎日宿題プリント血だらけで持ってくるみたいな。血だらけ、何これ、殴られてこう点数悪かったり問題間違えるだけでもバチンバチンってやられてたんで、その血のまま言うたらもう茶色に変色してるプリントを先生出してて、で最初はなんか親呼び出しとかあったんですけど、俺が嘘ついてるみたいな、虚言癖やからこいつはみたいなんで、こ うまくこう言われてたんですけど、あまりにも先生がおかしいってなって、で児相の調査が入って、でそこから僕は施設に入れられる話になっていくんですけど。え、児相の調査って、はい、どんな感じなんですか？いきなり校長室に呼ばれて、昼休みの時に、うん、担任と校長と親とおかんと、うん、でそのケースワーカーっていう方が座ってて、うんうん、家族と離れた方がいいってなって、このままやったらお互いに良くないみたいな、うんうん、で理性は荒れていくだけやし、でおかんおかんでお前をこう持て余してるから、うんうん、離れて生活したらいいと思うんだけどどう思うって言われた時に、僕は即答で離れたいって言って、はもう結構大阪 の和歌山寄りの下の方の遠い施設なんですけど、うんうん、離れて生活したいって言って養護施設に、小学校卒業とともに入ることになって、で地元からやっと離れられるっていう。お母さんたちも一応なんか調査みたいなのされるんですか？ありましたね。一人ずつこう部屋入ってこう面談するみたいなですね。全員ではなかったですけど。で重瀬さんの証言によるその虐待を主に行ってた兄弟のメンバーとお母さんが呼ばれるみたいな。そうですね。で周りの意見も聞くみたいな。僕だけの一方的な話やったら被害妄想も激しいかもしれないしっていうので、いろんな人の話を聞いて結果保護しなあかんってなって離れてって感じでしたね。その初めて施設行って親からその家族から離れられた時とかってちょっと安心っていう感じですか？安心と自由、なんか自由やなっていう喜びですね。めちゃくちゃ安心感もありますけど、で自分一人の部屋もちゃんとあるし、うんうんうん、で、まあ、お菓子も普通にもらえるしみたいな、自由ですよね。好きな音楽聴けるしみたいな、テレビも見れるしみたいな感じで。その施設ってのはどういう規模の養護施設だったんですか？新しくできて、だ1期生で入ってるんですよ。新しくできたタイミングで僕が1期生で入ることになったん で年齢は違いますけど、うん、男子寮女子寮があって配職員室があってっていう感じです。男子何人ぐらいいたんですか？入りたての時2、30人ぐらいいましたね。まあ、孤児の子とかその、うん、まあ、自分みたいな家庭に事情がある子とか、そういう子たちが一気にダーンって入ってきたので、はあ、
大変でしたね。それ大変なんですか、施設の施設のも大変でしたね。もう入ってすぐぐらいに集団のいじめにあったりとか、あの殺されそうになったりとか、紐で首絞められて、僕はもう窒息寸前まで行って、警察も救急車呼ばれてみたいな事件もありましたし。そんな感じですか。え、でもいきなり最初はいじめってならないですよね。最初はそうだったんですけど、いじめられてきた子たちとか、その虐げられてきた子たちって、まず自分でこう自衛するじゃないですか、その、俺はなんか強いぞみたいな、そういうのを張ってて、他の子たちをいじめてたんですよ、そのなんか主犯格の男の子たちが、うん、で僕はあの関わってなくて、集団で仕方をしてる人たちと僕が喋ってたからみたいな理由で、僕に矛先が向いて、お前も無視しろやあいつのことみたいななって、でも揉めて、そっから次の日からですね、もう起きたらあの 布団の上が味噌汁でびっちゃびちゃになってたりとか、お風呂入ってる時に頭がおしっこかけられたりとか、着替えの服捨てられたりとか、もうそう陰湿ないじめがバーって続いてて。それって年齢的には上なんですか。年上と同期の人たちが、あ、同学年がいや、がまあ、ずっとやってて。はあ、そうです。その時は一番上のお姉ちゃんがあのもう結婚して家に いなかったんで、その姉ちゃんがなんか面会来てくれとったんですよ。おかんは僕のことも放置だったので、一番上のお姉ちゃんが、あ、長女さんは割とその流星さんと関係は良好なんですか。そうですね、兄弟の中では。そうですね、まあ可愛がってもらってて、一、人だけ施設入ってかわいそうやってるので、何回か面会とか来てくれてて、うん、で結局お姉ちゃんが職員室に殴り込みに行って、全員呼べって言って、その親も全員呼べって言って、うんうん、で、まあ、施設側はやっぱ子供個人情報もあるし保護しなあかんからっていう、合わせられませんみたいな、ほな親御さん呼べってなって、暴れて、結構それ夜遅くまで続いたんですよ、夜10時、うん、11時ぐらい、うんうん、続いて、それがもう施設内でバーって噂になって、うん、僕はチクったみたいになってて、うん、でまあその施設男子寮の子たちからも、お前チクったやろって言うから、いや普通にチクるやろって言って、俺がルールやみたいな人たちが多かったので。え、首絞めってどこですか。え、なんか僕が結構いじめられてたから、学校があるんですけど、施設内に中学校があって、うん、でそこに僕が行かなくなったんですよ、うん、授業中もやられるから、うん、で個室でなんかゲーム機とかあるなんかゲストルームみたいなところで勉強してたら、うんうん、あのいきなりあのズボンのゴムかなんかでぐるぐるぐるって巻かれて、うん、で一人が端っこ持って、一人が二人できたんですけど、ガーってやられて、で一気にもう目の前見えへんくなって、え、あ、ブラックアウトみたいなもんですか。そんな感じでした。もう一瞬なんであんま覚えてないんですけど、うん、で気づいたのも職員のなんか担任の先生泣いてるし、園長なんかめっちゃ怒ってるしみたいな、僕もわけわからん状態で、はあ、で落ち着いてから聞かされたんですよね、そういうことがあってみたいな。首絞められて失神してたんだよみたいな。そうですね、全く記憶なくて、苦しいっていうあれもなくて、ほんまに一緒やったんで、何が起きたのみたいな感じでしたね。え、それは中1ぐらいってことですか。中1ですね、中1の春から冬にかけてそういうのがあって、そこでも完璧に誰一人仲良く仲良い子がおらんくなって、うんうん、まあ、そういう事件があってから、で先生とかも僕をこう腫れ物を触るような感じになって、うんうん、でその時ぐらいかな、お姉ちゃんがあのグローブいるじゃないですか、グローブ あの歌手の、はいはい、僕それまで何かにこうハマるとか全くなかったんですけど、それ聞いてからバーンってめちゃくちゃハマって、うーん、グローブに、で、まあ、それがメニクラっていう店を開ける話にもなってくるんですけど、そっからもうずっと、まあ、嫌がらせは続きましたけど、もうずっとグローブの曲を聴いてるだけでもう何も思わなくなったというか、へえ、それすっごい助けられましたね、グローブに。それが唯一の救いなんですね。になってましたね。だってグローブがめちゃくちゃ売れてるっていう感じでもないですよね。ちょっともう下降線というか、ちょっと落ち着いてきた時、90年代みたいに売れてはなくて、うんうん、当時アイのディアレストが流行ってた時ぐらい。ああ、なるほど、そうですよね。ですよね。倖田來未さんはもっと後なんですけど、だから職員の人はびっくりしてて、で僕が今まで自分でこれ欲しいとか言ったことないのに、いきなりこうグローブの CD 買ってほしいって言われて、俺が言ったから。で当時グローブすごい安かったんですよ、アルバムが500円で売ってるとか。でもうほぼ全部アルバム買ってくれて、それで流星が落ち着くんやったらみたいな。へえ。でそっからどん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 沼にはまってったんですけど。なるほどね。そうですね。あ、じゃあ、まあ、一応いじめは継続してるけど、ちょっと楽しみはできたんですね。できたんですけど、次 の, あの施設に行くことになる事件が起きるんですけど、
まあ簡単に言ったら僕のそのグローブのポスターとか CD をバッキバキに全部割られたんですよ、あのその施設の子たちに、うんうん、でそれを見た瞬間ブチ切れて僕が、うんうん、普段手出さへんけど結構やりすぎちゃってその主犯格の子に施設でも大騒ぎになってで一回施設から出て行ってくれって言われて僕がお姉ちゃんの家に引き取られてで病院に行くとかそういうレベルなんですか？入院運ばれてましたね相手は。僕はもう頭真っ白になってたんで当時 MD が流行ってたんですけどそのコンプも壊されたりとかしてたんでカッチンってきて結構やってしまいましたね。はあ、それでもうここではいられませんってなってなってでちょっと落ち着いてからまた児童相談所のケースワーカーと話し合ってあのちょっと厳しい教護員ってとこに移送するからって言われて、うんうんうん、え僕だけってなってもう一人その主犯格の子も違う施設あの教護員に移送するから流星も、まあ、やってしまったのはあれやから教護に移送するからって言われて、うん、でここにほんまにもう何倍も厳しいとこやでって言われて、うんうん、でそのまま2003年にその施設にまた移送されて、うんうん、でそこ入ってからはすごかったですね。あの厳しさが院長と挨拶終わった瞬間部屋にバーッと刷り込まれてバリカンで頭バーンって坊主にされて、うん、でジャージに着替えろって言われて、うん、でそこから正座24時間のうちほぼ半日正座で。半日正座？ほとんどもう作業も何もせんでいいみたいな。へえ。でも厳しすぎて、入って半年ぐらい脱走一回したんですけど、うん、まあまあ、すぐ、捕まったんですけど。え、なんだ、その一日はどんな一日なんですか？朝6時半に起きて、うん、で、廊下拭いて、雑巾掛けして、うん、まあ、布団とかバーって掃除してから、朝食食べて、そっから、寮母さんたちに挨拶してから、和室で正座ですね、ずっと。まあ、その中、反省生みたいな感じ。まあ、そういう子たちが入ってくるようなとこなんでしょうね、またね。朝何時から正座するんですか？昼飯までとりあえずずっとですね。何時から何時ですか？大体8時半から9時やったか、あんま覚えてないですけど、終わるのが大体6時ぐらいだったと思いますね。他の先輩の寮生たちが帰ってきたから、洗濯もやったり、その寮生のご飯盛り付けたりとか、するばかりとかやってたので。あとは日記書いたりとか、あとなんかミーティングみたいなのあるんですけど、そういうのをやって、はあ、基本的にも作業なの、その先輩たちもあの稲刈りとか田植えとか薪割りとか、まあ、そういう作業ばっかずっとしてるんで、はあ、僕もなんでこんな厳しいんってなって、もう親に手紙書いて、実家に帰りたくないけどこの施設嫌やみたいな書いてたけど、まあ、親もフルシカト でお姉ちゃんたちもそのそれから施設に移ってからは来てくれなくなったんですよ、面会に、うんうん、でずっと一人で、あもう捨てられたみたいな感じで投げやりで生活してて、うんうん、とある時にお姉ちゃんたちがいきなり面会バーンって来て、うん、僕のお兄ちゃんとあとお姉ちゃんの旦那さんとか、うん、お姉ちゃんの子供とかが 4,5 人で来てて、え何しに来たみたいな、今更みたいな感じしちゃって、でその寮母さんに実はおばあちゃんが亡くなってみたいな、鹿児島のおばあちゃんがいるんですけど、おばあちゃんが亡くなってみんなで鹿児島帰ることになったから流星だけ施設に置いていかれへんってなって相談されて、今日今から流星も家に帰すからって言われて、もう退所ですみたいな、へいきなり言われて、えっつって、でおばあちゃんと会ったことないんですよ、僕生まれてから一回も。鹿児島やから、鹿児島のね、はい、そう、顔なんか写真で顔してるぐらいで、へえ、でもなんか言われるがままに服着替えてあっさり退所みたいな感じになって、で中学2年3年、中2ですね、中2でいきなり車で姉ちゃんの家までバーって帰ってって、お姉ちゃん家帰ってからお姉ちゃんが全部嘘やでって言われて、えどういうことって言って、で俺を引き取るためになんか家の環境を整えとったみたいな、へえ、なんか家を買ったらしくて、そこで流星を引き取るためにこの1年間ちょっと面会も行かなくてバタバタしとってごめんなって言われて、へあそこで納得して、あ見捨てたわけじゃないやみたいな。一番上のお姉ちゃんがね。そうですそうです、うん、で中2の中3枚ぐらいで引き取られてって、そこでその時はどんな気持ちですか？嬉しいんですか？嬉しかったですね。もうそれぐらい厳しかったんで、うん、スポーツも筋トレもすごいやらされるんですけど、はあ、当時も体脂肪率 5% とかでしたね。余計なものも食べさせてもらえないんで。じゃあその時はじゃあお姉ちゃんへの愛情というか親しみみたいな気持ちはあるんですか？めちゃくちゃありましたね。お姉ちゃんの影響でグローブ好きになってるから、そこでもなんていうかな、グローバー友達じゃないけど、うん、こう
重ね合わせてましたね、稽古とお姉ちゃんを。似てたんで、すごい風貌とか顔の骨格。あ、お姉ちゃん好きだしね。そうです。で、もう憧れてるし。肩にも稽古の顔の墨入れてるぐらい。そうなんですよ。稽古の顔の墨入ってるんですか？入ってて、ちっちゃい頃これ誰やろうなと思ってたんですけど、へー、それぐらい本気のグローブファンっていうのは、もう12、3歳の頃に知って。はぁ。で、僕もそこからのめり込んでいったんですけど。それは大阪のじゃあ生活なんですか？大阪ですね。うん、そこからその中学校とかって普通に通って馴染めるんですか？地元がそのさっき言った枚方じゃなくて森口っていうところの中学校に何も知らん状態でいきなり中2の終わりでバンって転校生として僕入ってきたので、うんうん、もう周りからしたら誰こいつみたいな感じの雰囲気あって、うんうん、朝礼で挨拶して転校してきましたみたいな感じで、まっすぐに友達とかできたんですけど、そこも結局転校させられるんですけど。それ何にしたんですか？まあ、これは、まあ、お姉ちゃんとの関係がちょっと崩れる原因でもあるんですけど、ほうほうほう、お姉ちゃんが飼ってた犬がいるんですけど、はい、施設から預かってもらったから、まあ、半年もせんうちに、やっぱ僕学生ですから稼げないじゃないですか、バイトもできひんし、うん、で家のことをやらされてたんですよね。その朝起きて犬の散歩連れてって、みんなの朝ごはん用意してみたいな、その施設をやってることあんま変わらんやんっていうぐらいの生活をしてて、うんうん、で友達と遊びに行くのもダメ、学校終わってきたらすぐまた朝と同じことの繰り返し、散歩連れてって掃除してとかっていうので、うん、そのプライベートが全くなくて友達とも遊べへん、うん、日々みたいな、うんうん、でストレスをすごい感じてた時に、犬の散歩してる時に、うんうん、なんか犬って結構帰ろうとした時に嫌がる時があるんですよ、うんうん、リード引っ張ったりとかして、うんうん、その時にちょっとだけ蹴ったことがあって、うん、じゃあ早くこっち来いよみたいな、うん、そのサッカーボール蹴るみたいな勢いじゃなくて、小突くぐらいの、うんうん、あ、こっち来てみたいなのをお兄ちゃんが見てたんですよ、たまたま。あ、へえ。で、お兄ちゃんも一緒に住んでたんですけど、うん、その犬がある日なんかいきなり血吐いて倒れたんですよ、うんうん、僕と二人っきりの時に、うんうん、で僕もびっくりしてお姉ちゃんに電話して動物病院に連れて行って、で原因を聞いたらお腹か肺に水が溜まってるみたいな、うんうん、まあ亡くなっちゃって、で次の日の朝に朝ごはん食べて学校行こうとしたら、みんながすごい険しい顔してるから、ちょっと座れって言われて、何って言ったら、なんかそうお兄ちゃんがお前が公園でその犬を蹴ってんの見てんねんみたいな、うんうん、で犬が倒れた日に、そう雨の日に散歩してたんで体がこう泥水でびちゃびちゃになったんで、お風呂シャワー入れてたんですよ僕が、うんうん、で浴槽にあの犬の足が浸かるぐらいのお湯張って、でシャンプーして洗ってたんですけど、うん、それをお姉ちゃんの子供が見てたみたいで、僕はそのシャンプーしてるのを、うん、僕が風呂に沈めて殺したみたいな話で、結論みんながバーって言われて、えってなって、いや、やってないねんけどみたいな、確かに小づいたのは小づいたけど、うん、風呂に沈めるぐらいお湯溜めてないしみたいな、うん、だからそういうなんか犬殺しみたいな扱いでレッテルられて、うんうん、で結果その日にお姉ちゃんにボコボコにされて、実家帰れって言われて、うんうん、そこでやっとあの枚方の実家に追い返されるんですよ、数年ぶりに。なるほど。夜中に。でもそうするとまた、だってもともと居場所なかった、そうですね、場所に犬を殺しちゃったみたいなことの理由で返されるって、だから親もみんなびっくりしてましたね。いきなり何年も会ってない俺がそのお姉ちゃんに犬を殺した殺したって言われて、ほうほう、いらんかなって、もう僕もその時ボコボコやって血だらけなんで、あの追い返されて、もう何の状態かわからへんみたいな、実家も、ほうほう、どういうことやでみたいな。でお姉ちゃんが説明して、あのこいつがやったに違いないみたいな、うんうん、で俺やってないの一点張りで、うんうん、俺もムカついたから今まで家のことやってきたやんみたいな。でもそんな感じで、とりあえずもこいつの面倒見られへんって言われて追い返されて、へえ、でまた枚方の実家に帰ってきちゃったみたいな感じで、なるほどね。それが中2ですね。中2もうなんか1年間でもあって、いろんな、すごい目まぐるしいですね。はあ。あって、そっから実家で馴染めるわけもなく、うんうん、あの小6で施設入ってから全然会ってなかったので、うんうん、でもう家でばっかしてて、うんうん、でそっからですね、悪さするようになったのが、ああ、もう普通にグレますよね、その感じ。グレて、うん、薬やってると先輩らとか、うんうん、万引きとか窃盗やってる先輩らと気づいたら固まってて、はあ、で僕はそういうなんかタイマンとかあんま好きじゃなかったんですけど、周りは結構やるんで、うんうん、なんか強制的に喧嘩させられたりとか、はあ、回ったりして、でもいきなり原付で引かれたりとかもあったんで、
浴びてるだけで、はあはあ、あ、その敵というか、まあ、そういうなんか縄張りしてるみたいながあったので、常にナイフはポケットに入れてたんですけど、へえ、果物ナイフは入れてて歩いてたって感じですね、うん、いつでもやれるようにみたいな。それじゃ捕まるんですか、どっかで。僕はそっから、また少年生活が始まるんですけど。はあ、何かで逮捕されるんですか、少年ってことは。15の時、中3の時に、まあ、そのナイフを持ち歩いてる時に、友達の彼女が妊娠したかもしれへんって言われて、でその時めちゃくちゃ万引きしまくってたから、なんか妊娠検査薬かけてきてくれへんって言われて、うん、あ、ええでみたいな、ほら余裕やしみたいな感じで行って、で僕そこのスーパーで何回もやってたんで、バーンとパクられた時に警察に捕まって、ポッキーからナイフできて銃刀法かなんかでパクられて。はあ、なるほど。じゃあ捕まった時はちょっとそんな大したことじゃないですね。だけど、まあ、もうスーパーの余罪が多かったって、その1回目の時は、うんうん、そうですね。でそれで神戸市を行って、で家庭環境も荒れてるから、もう少年行ってこいって、もう一発で少年送致になって、周りは絶対保護金出れるとか言ってたけど、まあ、万引きですもんね、言ったら。別にね、その大きい小さいじゃないけど、まあ、家庭環境があれやから、少年行ってきなさいって言われて、神奈川県まで飛ばされて。お、大阪から。そうです、そうです。なんか医療少年院っていうところ、そのなんか心がなんか病んでる系の人たちが集まるようなとこに行きなさいって言われて。なるほど。それが15の時ですね。それかさっきとか脱走したみたいなこと言ってましたね。脱走したのは、3回目の少年院だったと思います、多分、うんうん、ちょっとあんま定かじゃないんですけど。それでもじゃあ繰り返して何回か少年院行っちゃってたんですね。そうや、3、4回多分記憶の中では。はあ、脱走したって言ってた、少年院。2回目、3回目ぐらいの時に取り調べ受けてて、あの警察署で逮捕されてる時に、うん、で神戸署に移送しますよみたいな、うん、日の前の日、日曜日に当直明けで担当刑事が、あの調書巻くからって言われて、はあ、で当直明けで俺寝てないからちょっと寝るわって言われて、うん、手錠も腰縄も外れされた状態で、で日曜日なんで署員も少ないんですよ、警察署って、うん、でそれ知ってたから寝たと思って、でも引っ掛けかなと思ったんですよ。こんな無防備な寝方絶対ないなと思って付け立たりとかしたんですけど、もういびきかみたいな、寝てんなと思って、でこれいけんちゃんみたいな感じで、あの手錠ポケットに入れて、腰縄を T シャツで、その時まだ私服やったんで巻いて、ワンチャンいけるかなと思って、3階から正面玄関までダッシュしましたね。あ、でも普通にシンプルに、あの寝てたおかげで、はい、別になんかガラス破ってとか。いや、そんなんじゃないんですよ。あ、シンプル脱走なんですね。ほんまに、まあ、あとあと単純逃走罪っていうのがつくんですけど、はい、単純に逃げたみたいな感じでなんかそんなプリズンブレイクみたいなことはしてなくて、単純逃走罪みたいなそんなアホみたいな名前の罪名があるんですね。あるんですよ、僕も初めて聞いたんですけどはあ、そうなんです。それでそれがニュースになるんですか。それがもう友達の家にかくまってもらって、裸足で3キロぐらいバーッて走って友達ん家行ってあ、そっちは大阪なんですね。大阪です、枚方、うん、枚方警察署なんですけど、逃げて多分1時間後ぐらいにはもうミヤニヤかなんかで17歳の少年が脱走しましたみたいな、でヘリも飛んでて府警とかも、うん、やばーみたいな状態になって、まあでもそこまで重大性はあんまり把握しなかったというか、別にいいんちゃうみたいな感じ で、うん、でとりあえず飲もうぜみたいな感じで友達の家で焼肉したりお酒飲んで過ごしてたんですけど、うん、もちろんその僕が逃げた友達も共犯者やったんで、刑事が来たんですよ家に、うん、すぐに来て、で僕はもうソファーと壁の後ろにあの滑り込んでそんな人形で隠して、あのソファーと壁に僕は寝転んでる状態で、その上にスティッチとかの人形をバーンって隠して、で僕はずっとこう聞いてたんですけど、流星どこ行ったと思うみたいな。で僕の実家もマスコミとかすごい張り付いてたので、もちろん行けへん、帰られへんし、で2回目は、お風呂の上の屋根裏に隠れたんですよ。ほうほう、2回来たん で、 ほうほう、でそれでやり過ごして、で1日だけバーって友達と過ごしてから、まあ、どの道少年に今日決定やから行ってくるわって言って、自首してくるって言って。ああ、じゃあ最後は自首したんですね。自首しましたね。いつまでも逃げられるわけないからねえ、そんなそうっすよね、覚悟を決めて。でも寝ちゃってたっていう警察はどうだったんですかね。テレビではもうすごい袋叩きになってましたよね。そっか、
その少年がっていうよりかはその寝てるとかまずありえへんしみたいな感じの叩かれ方をされてて、あ、なるほどね、まあ、それはそれでその人もちょっとかわいそうは、ね、今となっては本当に申し訳ないなと思ってるんですけど、もう当時はもうざまみろぐらいの気だったんで僕からしたら、あ、なるほどね、大人なんてみたいな感じだったんで、はあ、え、この少年院はそれで何年ぐらいだ、15で最初捕まって何回か入って、最後19でパクられて20歳で出てきたんですけど、その19の時に入った岡山の少年院で、まあ、そういう性的嫌がらせをされて、ゲイの道に入る、ゲイの世界に入るようになったんですけど、誰にされたんですか、少年院の先輩ですね、まあ、まあまあまあな、あの事件を起こした多分強姦殺人か未遂か忘れたんですけど、まあまあ刑期長い人がおって、でまあまあインフルエンザかなんかが流行ってて、で僕とその先輩だけ生き残ってたんですよ。で他の人たちはもうあの他の医務室で寝泊まりさせられてて、その時ですか、僕がシャンプーしてたら普通に先輩がこうケツほぐしてきて、でいきなりそのお尻とかじゃなくて、なんか告知でやれみたいな感じやって、まあほぼ命令系みたいな、うん、僕は面識ない先輩やったんで、うん、でもそれを教官に伝えると 両成敗なんで、うん、少年院ってどっちが悪くてもどっちも同じように罰しますみたいな、あで出院も遅れますみたいな、成績も悪くなるんで、うんうん、それ知ってたからずっと黙ってて、2、3回目でケツ行かれましたね、初めて、あ、入れられちゃうんですね、そうですそうです、シャンプーかリンスかなんか適当にほぐされて、はあ、でも嫌は嫌ですよ、そのゲイじゃなかったんでめちゃくちゃ嫌やったし、もうなんかシャンプーと血が混じってなんかピンク色みたいな、なってお風呂の中で声殺して泣いてましたけど、もうお風呂から出れなくて終わった後、あ、痛いし、痛いしみたいな、え、じゃあ その前まで女性経験はあったんですか、彼女もいましたし結婚しようって言ってた女の子もおったんで、あ、で普通に女性の生態系は普通にそれはそれでしてって、そうですそうです、で、まあ、それが半年以上続いて、まあ、しゃべりきて、そのまあ待ってくれてたというか、その彼女とその性行為をした時に違和感を感じてなんか違うってなって、ほうほう、まあ、中折れしちゃったんですよ、なんか嫌悪感、その体を見て女性の、うんうん、体を見て嫌悪感で気持ち悪いみたいな思ってしまって、ですぐに自分がゲイと思ってなくて、でなんか回数いろんな人とやっていくうちになんか違うなみたいな、 AV とか見てもずっと男の方に目がいっちゃってる自分がおって、あれみたいな感じになったのがきっかけですね。それが20歳の時でしたね。もう言ったら先輩によってこの性的指向が変えられたなっていう感じ、変えられましたね、だいぶ。その手前まではもう普通に女の子に恋をし、そうですね、もう小6から好きな子はいましたから、後天性っていうんですかね、うん、で最初はバイト思ってて、うん、で、まあ、当時あのブログやってたんで、ブログでこうカミングアウトしたりとかしてバイになりましたみたいな感じで言ってたけど、気づいたら売り線で働いてて、僕は梅田の、うん、そのゲイの風俗で働くようになってて、うん、そこでガッチリゲイになっちゃったって感じなんですけど。あ、そうなんですね。そうですそうですそうです、はあ。そっか、もうでも、もうその売り線自分から働くようになるぐらいの時は、はい、もう自分がゲイになったことに特に戸惑いはないんです。その時はなかったですね。別に女の子を好きにならなあかんっていう決まりもないし、うんうん、まあいっかみたいな感じで、で当時は結構若かったので、なんか、まあ、そういう行為をしてお金もらえんやったらみたいな、まあ、誘われていたんですけど、スカウトで行ったような感じで、まあ、でもいろんなお客さんいるんで、結構最初はもう指名中 に怖くて走って逃げたりとかしてましたけど、やっぱきつい人いるんですか。怖かったですね、やっぱり。え、この目に向かってたこの、はい、売り線に働くの先輩と喧嘩し包丁で刺し損ねクビになる、どんなレベルですか。それも売り線の寮があるんですけど、うん、そこの寮で住み込みで、働いてた時に、うん、ま、めちゃくちゃ売れてる先輩がおって、うんうん、で馬が合わないんですよね。僕はどっちかというと言ったらのんけ上がりというか、うんうん、のんけ上がりなんで、そのお姉みたいに嫌だとかそういうタイプじゃなくて、ちょっと喋る時も下巻いて、まあ、こう口が悪いみたいな、うん、ヤンキー口調じゃないけど、うんうん、そんな感じで先輩とも喋ってたんで仲悪かったんですけど、うん、まあ、ある時俺が堂山っていうそのゲイタウンがあるんですけど、うん、そこでまあお酒を飲んで泥酔して帰ってきて、そのまあ言うたらみんなが待機する部屋で僕は寝転んで潰れちゃったんですよ、うん、その先輩も酔っ払って帰ってきて、僕は寝てんの見て、なんか
やめてしまえって言われて、うん、お前なんかやめてまえって言われて顔面バーン蹴られたらしくて、うん、思いっきりでそこでまあ鼻血出て記憶ないんですけどむくっていきなり起き上がったらしくてでキッチンにキッチンあるんですけどキッチンから包丁持ってその先輩の首を刺そうとしたんかなしたらしくてで6人か5人がかりで止めたって言われてでも僕全く記憶なくてでもちょっともう子供のところからスイッチが入っちゃうとやばいんですねまあそういう多分そっち系やと思いますねなかなかないんですけど止められさえしなかったらちょっと殺しちゃうぐらいの言ってたんじゃないですかね多分はあまあね何もなかったんで笑いますけど当時はすごいもうで次の日に東京に応援行くっていう日やったんですけど、うん、系列線かなんかにあそうです、はいはい、本店が東京やったんで東京行こうと思ってキャリーケース持って行ってきますって言ったらちょっと待ってって言われてその場でクビって言われて監視カメラに全部僕は暴れてるのも映ってるし包丁でその先輩を刺そうとしてるのも全部映ってるみたいなうお自分でも見たんですかそれ見ましたねそれ結構ビビりませんえこれ誰って言いました普通にお前やって言われてマジでみたいな感じで他人事みたいなちょっととか記憶ないですもんね記憶ないですね、まあ、酔っ払ってたっていうのもあるしでもそれ一番怖いですねそうですね、その壁って今はもう治ったんですかそのいやないですないですいやでも2丁目で1回だけちょっとやっちゃってあ2丁目そうか2丁目で働くんですねその後そうですそうです売り線で働いてそういう事件があって、まあ、違う売り線に入るんですけどすぐに、うん、家がなかったんでで本店が、まあ、東京にあるんで、はあはあ、で家族に何も言わずにもうカバン一つで新幹線乗って、はあはあ、東京に引っ越してでそこから8年間ぐらいずっと2丁目で働くことになるんですけどあじゃあ8年はちゃんと2丁目でやれたんですねその揉めたりせずにいやもう揉めごとばっかりでしたねもうお客さんぶん殴ったりとかボトルで頭なんかかち割ってとかありましたしでも逮捕はされてないですかないですね大人になってからそういう捕まるとか周りはおっても僕は捕まるとかなかったですねなるほどね大体こう周りが収めてくれるというかなるほどねお客さんをそのバーンって殴ってもうなんかアニメみたいにチープシャーって出て強烈の瓶でバーンってやったんですけど、まあ、その時もまあオーナーがこう和解じゃないけどうまいことを片付けてくれてみたいな感じでしたねなるそっかだから本当にもう切れちゃったら止められないですねもうそうですねだからそっから飲む量とかは今でもそうですけど抑えたりとかしてますね。やっぱ経営者店やってるからいけないね。まあ、そんな切れるそのスイッチが自分で分かってないんですよ。どこで切れるとか分かってないんでちょっと怖いとこはあるんですけど。そうっすね。今独立して何年目ですか。3年目ですね。だってもう今自分がオーナーだと止めてくれる人いないじゃないですか。そうですね。なんか我慢してます。ある程度嫌なこと言われても。まあ、でもそうしなきゃダメですよね。客商売だしもうちょっとそれで揉めてたらもう。続けられないですもんね。そうなんですよね。だからあんま切れることはしないようにしてます。笑ってこう返したりとか。なるほどね。ゲーマーなんで余計にね、なんか、ホモキショイとか言われたりするし、逆にビジネスゲイって噂が回っちゃったりとか、実は女の子いけんねんあいつみたいな、言われたりもしますし、そんなことはもう全く微塵にも気にしてないですね。今は。そうか、それ、そういうふうになれたんですね。ちょっとそれ気にせずに怒らずに。そうですね、はあ、ミスやってなかったらどうやったんかなみたいな凶暴性というかあるのを自覚できてるからいいけど昔は多分できてなかったんではあなんかその精神科とか行ったことあるんですかありますありますなんか10代か20歳の頃に薬とか1回もやったことないんですけどなんか幻覚幻聴みたいなのが見えるようになって人が首つってるとかなんかそういうのが見えるようになって、うんで、お母さんに相談して、俺薬とか一回もやったことないんだけど、みたいな。で、病院行って、脳波とか、あと心理テスト、全部やったんですけど、別に異常ない、みたいな。小学生の時は、なんか、なんか ADHD みたいなのがいろいろ多動がどったらこったらみたいな言われたんですけど、まあ、それは大人になったら治っていくみたいな感じで、それ以外は別に何も言われたことなくて、逆に疑われるぐらいですね。その中、手帳狙いやろ、君、みたいな感じで言われたぐらい正常やでって言われて。え、お母さんとか、はい、お姉ちゃんとその後その仲直りするのはどんなタイミングなんですか仲直り僕はミスやってからですねそれまでは2丁目で僕は遊んでるって家族は思ってたので僕がその働いてるとかママやってるとか、うん、そういうのも全く知らずに8年間遊んできて帰ってきたみたいな感じで3年前に久々に会ったので8年ぶりぐらいに会って
で店開けてんってなって、最初は否定的やったんですけど、今ではまあ 親孝行というか、まあ、おかんが欲しいと言われたら、まあ、金ないけど買ってあげたりとか、今までは実家に帰ってくんなぐらいの勢いやったんですけど、はあ、犬の件で仲悪くなっちゃった長女とも一応もう全然会ってないですね。あ、そこはやっぱまだ別れたいとも僕も思ってないんで、仲直りするつもりはないですけど、でも感謝はしてます。本当にそのメリクラっていうグローブバーは呆れたものをお姉ちゃんがこう紹介してくれたから、僕がグローブ好きになって、グローブの曲名が店の名前になってですね。そうです、あの メニークラシックモーメントっていう歌があるんですけど、うん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 、あれがすごい好きで、あれを店の、名前にして、でもグローブのロゴマークがあるんですけど、それもコースターにして、はポスターも稽古ちゃんだらけにしてとか、ガチガチのグローブバーにしてるんですけど、はあ、そうです、そうです。そっか、こっち来てからはそんな大きく揉めたらないですもんね。ないですね。そんな友達をぶん殴ったの1回だけ、女の子の顔面ぶん殴ったのが1回だけありましたね。まあな、悪いをするお酒っていうのを自分ではもう分かってきてるんで、だ日本酒ダメハイボールダメとか、うんうん、飲むものによって全然酔い方が違うんですよ、うんうん、なのでもうずっとあの焼酎ばっか飲むようにしてからはそんなないですね。なるほどね。酔ってどうとかはないですし、まあ、切れることが今話してるからこう短い間でこんななんか短期みたいな思われがちですけど、溜めて溜めてバーンみたいなタイプなんで、黙って黙っていきなりバーンって切れるみたいな感じなので、うん、まあ別にストレスとかないですけど。なるほどね。我慢しないで発散するみたいなのをなんかこううまく見つけられるといいですね。最近は TikTok やってるんで、本当にフォロワーさんたちが旅行に連れてってくれたりとか、へいろんなことをしてくれてて、売り上げがないとかって言ったらみんなで集まってわーって盛り上げてくれたりとか、飲みに来てくれたりとか。はい、なるほどね。とりあえず今の目標みたいなのは何ですか？黒字になるってことですか？いや、もうなんかメニクラっていう店開けたのも恵子さんに認知してほしいからっていうのがもともとやったんですよ、うん、で、まあ、この中で店開けて、まあ、TikTok も発信してて、まあ、Twitter もやってるんですけど、 Twitter でもいろんな動画をこう恵子さんのいろんな動画を発信してるんですけど、まあ、目標はもう恵子さんに来てもらうことなんで、なるほど、はい、いつか来てもらえたらいいなとは思ってますけど。ああ、じゃあそれはもう安心安全な経営を長く来続けて、そうですね、行ってみたいって思ってもらうしかないですね。そうです、そうです。もう別にそんななんか危険なやつじゃないんで僕は。そうですね。まあ、その切れた時だけみたいな。いや、そうですね、そうですね。はい、そんなことはないんで。なるほど。そうです、そうです。そうですね。いやでも大変ですね、そんな兄弟から虐待に遭うとかってなかなか。まあ恨んではないですけど、当時はほんまに、ね、殺したろうかなって一回お兄ちゃん刺したこともあって、カミソリで。でお兄ちゃんが強すぎてもうカミソリが折れるみたいなぐらい強靭な体だったので。でもそうでもしないともう自分の身が守れないなって。守れなかったですし、居場所がただただ欲しかっただけなのに、なんでこんな施設に行ってとか、なんで悪さしてんやろうみたいなのをずっと思いながらやってましたね。自分のパートナーみたいな人はいるんですか？彼氏ってことですか？はい、いないですね。東京に最後東京で彼氏と一緒に同居してからは。それどうなんですか？それなんていうか、まあ、自分なりの家族というかを持ちたいみたいな気持ちはあんまないですか？いや、欲しいですよ、パートナー。もう本当は飯商売も退いて、そのパートナーと二人でもなんか遠距生活みたいなしたいなと思ってるんですけど。そうか、それ相手がいないとね。そうですね。やし周りがまだ早いみたいな、まだ34やからもうちょっと飯商売いけるやろみたいな感じでも言われるので、何回かこう一回閉めたんですよ、ミルクラって店も。そうなんですか？もう家賃払えなくて強制退去なるみたいな時にもう辞めるってなったんですけど、まあ、そこでいろんな人が助けていただいてまた再起したんですけどみたいな。なるほど。まあ経営って大変やなと思いつつ。いや、そうですよね。ねえ、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。出演者大募集。概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。第6チャンネル三谷の下でディレクターになりたいよという若者大募集中です。概要欄掲載の応募方法でご連絡お待ちしてます。一緒に面白いもの作りましょう。2月24日、新宿ロフトプラスワンにて元自衛隊五ノ井里奈さん、東
ひろゆきさんの妻、西村ゆかさんとトークライブを行います。よかったら遊びに来てください。さらに3月16日も札幌ファンステージさんにてトークライブを行います。終演後、ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますので、よかったら入ってください。よろしくお願いします。